理不尽に取り上げられる本をあの人みたいに守りたいって思ったんです。本を読む自由が奪われた世界、そこにはその自由を守るための図書隊があった。我々は戦うために戦うのではなく、守るために戦う。あっ、クソ教官、性格悪くておまけにチビ。あの道場に喧嘩売るとはね。俺と付き合わない？は？顔も名前もわからない男より、目の前に存在する好きだと言ってくれる男の方がよっぽどマシだと思うわよ。本当に道場教官のこと好きなの？だったらどうする？高校生の時に助けてくれた図書隊員みたいになりたくて来たんです。そいつは図書隊員として失格だ。目指すような男じゃない。たった今西の指令が誘拐された。笠原も一緒だ。どうしてこんな世界になっちゃったんでしょう。あいつが無茶をするたびたまらなくなる。怒鳴ってばっかりだけど、私にとっては正義の味方みたいな人なんです。必ず助けに来てくれ。必ず行く。道場教官。図書館戦争。